おっすおっす、黒だぞ。こんばんは、森です。今回も信長の野望編成 PK やっていくぜ。今回は何をやるんです？今回は伊達家がテーマだぜ。伊達家って占領政策として、竜騎兵編成ってのを持ってて、騎馬レベルと鉄砲レベルが1以上あると、その部隊が強くなるってのがあるんだよな。伊達政宗といえば、政宗の独眼竜と同じくらい有名なのが竜騎兵ですね。騎馬の上から鉄砲を撃つ戦法のことで、日本だと政宗が運用したことで知られていますね。まあ伊達といえばって要素ではあるから、政策になってるのはいいんだけどさ、問題は、所属武将なんだよな。ふむ？オイラたちが使う頻度が高い軍友割拠シナリオにおいて、伊達家は初期で46名の武将がいるんだけど、このうち、政策の恩恵を受けられるのは、固有特性の護義竜を持つ政宗と、ズバリそのまま竜騎兵を持つ伊達重真と片倉小十郎だけなんだよな。そんなことあります？てっきりもっといるもんだと思ってましたが。オイラもそう思ってたぜ。むしろこれだけ固有政策が使いにくそうなのに、これまでよく拡大できてたなと思うぜ。確かにそうですね。今まで何度かやってきましたけど、中身はこのような状態だったんですね。ってことで今回は、上り竜を持ってる政宗以外の伊達家の初期武将45名全員に、特製竜騎兵を配ってみたぜ。これで多くの部隊が、政策の恩恵を受けられるわけですね。これで東北からスタートして、どこまで行けるのかを試していくぞ。というわけでそろそろやっていくぜ。それじゃあ今回もデモプレイを始めていくぜ。知っても序盤のうちは余裕だろうから、飛ばしでいくかな。新生 PK は何もせずとも、大抵東北は伊達が勝ちますからね。シリーズで強かったイメージがある。南部家が強い世界線をなかなか見ません。まあ新生 PK はシステム的に、城の数がそのまま強さにつながるところがあるからな。と動き出したぞ。せっかくだから部隊の状態を確認しておくぜ。まあこの時点では、普通にやっても政策の対象内の部隊が多いだろうけど。あれ、騎馬、鉄砲レベルが上がってない部隊がありますね。これは国衆の部隊だな。国衆はその地域の有力勢力に従うけど、厳密には家臣じゃないから、今回の変更の対象外だぜ。そういうことならちゃんと全員にレベルが付与されてますね。竜騎兵自体は、発動条件が側近以外だから、それぞれの領地への配置でも発動する影響で、相応のレベルになってるな。まあ今は城数に対して武将の方が多いですからね。城数が増えれば増えるほど、相対的にレベルは下がっていくんじゃないでしょうか。だな、牧場とかで上げる手もあるけど、その辺東北はあまりないからな。ちなみに特製竜騎兵って、伊達家以外にも持ってる人はいたりするんです？このプレイを始める前に見た感じだと、軍友割拠シナリオだと、12名いたな。そのうち2人は伊達家だから、伊達家以外だと10名か。絶妙な数値ですね。決して多くはないですが。だからまあ、普通は馬術と砲術それぞれの武将を合わせて使うんだろうぜ。もしくは片方は施設で補うとかかな。でも東北という地域を考えると、普段竜騎兵編成が適用される城が、どれだけあるんだって話だよな。騎馬レベルや鉄砲レベルが高いと、マップ戦闘でも追加でダメージを与えますし、部隊の質が上がるので重要ですよね。その部隊の質をより高めるのが政策竜騎兵編成だから、今回はなんとか伊達だけを超えてほしいぜ。あ、目標はそこなんですね。まずはな、伊達に限った話じゃないけど、東日本勢は、とにかく伊達が最大の障壁すぎるからな。何度か伊達が大きくならない世界線見たけど、それも伊達が初期拡張に失敗した時だけで、ある程度の期間が過ぎて、それなりに大きくなった伊達を、真正面から倒してほしいぜ。なるほどです。なんて話をしている間に伊達家の拡張はどんどん進んでますね。今回はいつもに比べてかなりペースが速い感じがするぜ。部隊の質が上がるってことは、それだけ早く戦闘が終わるってことだし、被害も減るからか、一つの城を落としてから、次に動くまでの間が短くなっていた気がするな。結果的に、東北である程度の勢力を築いた伊達家は、早くも関東勢に侵攻を始めてるぜ。現在は関東の入り口とも言える大田原城への侵攻してますね。これが攻城戦になって、伊達家はこれを打ち破ったぞ。これで宇都宮城も手に入れたな。そういえば今回さすがに、周囲の大名については確認してないんだけど、堀とかがもう打って騎馬とか鉄砲のレベルどうなんだろうな。どっちも織田と豊臣系の大名ですから、少なくとも砲術も支配そうですけどね。伊達家は武将の人数はそれなりにいるけど、やっぱり強い人の確保って意味でも、どんな大名を吸収できるかも大事だよな。それを考えると、早めの関東侵攻は大きい気がするぜ。烏山城を攻略して、堀家を吸収したぞ。そこからもどんどん関東に侵攻していって、烏山山城を陥落させて宇都宮家、川越城を落として酒井家をそれぞれ吸収、武将を増やしながら関東で確実に拡張していくぜ。そんなこんなで1630年頃には、関東でもかなりの影響を持ったぞ。佐竹家や大竹を従属させたりもしたな。途中からは関東勢と東北勢それぞれに侵攻したりもして、確実に地域大国になってきたぜ。伊達家もある程度しっかり拡張してますね。これは対決が見れるでしょうか。このタイミングで各城の騎馬レベルと鉄砲レベルを確認してみたぞ。レベル自体にはばらつきはあるけど、多くの城で相応のレベルが確保されるな。確実に強化されてますね。こうして見てみると、どちらかといえば騎馬レベルの方が高いでしょうか。そんな感じかな。
そんなわけでちょっと時間を進めたところ、伊達家と武田家が衝突したぜ。錦田関東の入り口、新田金山城と八幡城を、伊達家が攻める形だな。いわゆる大名行列が早くもできつつありますが、この勝負はどうなんでしょう？ちょこちょこ見える数字的には、鉄砲のダメージ分伊達家が押してる感じもするな。そもそも伊達家から攻めてるんだし、ある程度勝算はあるんだろうけど。ただ伊達家の方が兵糧面がきつそうですね。まだこの時点では、主力は東北勢でしょうし。実際伊達家は、最後には兵糧不足で撤退することになったぜ。逆に言えば、戦闘面ではいけそうではあったな。これはこの先が楽しみになったぜ。なんて考えてたら、直後に関東勢で再度進行。もともと破壊かなんかで耐久の減ってた八幡城を攻め落とすことに成功したぞ。これはいい戦果ですね。この後は東北や関東の残った城の攻略を優先し、武田家と伊達家による北条分割なんかも行われたな。武田家もそうでしょうが、今回伊達家が早期に関東に来たことで、北条家はもろにその煽りを受けてしまいましたね。そもそも新生 PK の北条家はかなり弱いんだよな。無印時代に暴れ回った結果らしいけど、PK から始めたオイラとしては、北条の何がそんなに強かったのか気になるところだぜ。ぜひ教えていただきたいですね。この北条分割は、関東を伊達家が、それ以外の地域を武田家が獲得する形で決着したぞ。最後に残った小田原城は、伊達家が陥落させたな。北条家の武将を獲得できたのは大きいですね。北条分割が落ち着いたところで、伊達家は再び武田家に進行。向かったのはやはり北関東の、新田金山城だな。関東勢も育ってきてますし、これは勝てそうですね。実際陽動なんかも仕掛けながら、しっかり押していったぞ。新田金山城を陥落させると、残った勢力はさらに国峰城に向かい、一度の進行でこれも落としてしまったぜ。いい感じです。この後さらに美濃和城と沼田城を陥落させて、関東は完全に伊達家が制した形になったぜ。この伊達家はかなり強そうですね。機関はともかく、この強さなら天下統一までいけそうじゃないですか。だといいんだけどな。ちなみにこの時点で確認したんだけど、ここまでの強さを見せた伊達家だけど、実はまだ有機兵編成は1レベルしか発揮してなかったぜ。ということはまだ進化を2段階残しているんですね。その言い方だと伊達がラスボスになるんだが、この後の伊達家は、信濃の武田家ではなく、越後の上杉家から攻める動きを見せるぞ。言われてみれば、なぜ北関東の武田家の城を先に攻めたんでしょうね。まだ上杉家の方が小さく見えますが。地域の制覇を優先したとかかな。ちょこちょこ飛ばしてるけど、小勢力もしっかり吸収してるし、裏では東北勢の吸収もしっかり進んでたりするしな。まあ武田家といい勝負できた伊達家が、今回ほぼ拡張できてない上杉家に負けるはずもなく、いい山城こそ武田家に取られたけど、それ以外の城はしっかりと陥落、春日山城もしっかり陥落させて、これで上杉家も吸収したな。この後すぐ、伊達家は大浦城を陥落させて、直後に、残っていた東北勢の、柿崎家と安藤家を従属させるぞ。これで東北は完全に制覇したな。これで武田家に向かうかと思ったら、そこにちょっかいをかけてきたのが本願寺家だったぜ。条約を使って挑発してきたことで、政宗が本願寺に出兵しちまうぞ。早く武田家とやり合ってほしいんですけどね。なかなか思うようにはいかないな。武田家と戦うのは、寝返った沼田城を取り戻す時くらいで、あとは能登半島のあたりで本願寺、前田家と戦うことで時間が過ぎていくぞ。この大遠征は当然なかなか思うようにはいかないぜ。まあそれでも勝ちはするんだけど、このあたりの動きは、まるで一向一揆を受けているようにも感じたな。それでも能登半島まで抑えて、ある程度落ち着いたと思った頃、そこに武田家の姿はなかったぜ。また豊臣家ですか。前田家をやった時も豊臣家と対峙した気がしますが、にしてもすごい拡張ですね。だな。まあ武田家の最後は伊達家が解釈したみたいだけど。これは完全に、長年のライバルが、強大な敵の出現に共闘する流れですよ。そう言われると熱い展開だな。とはいえこの豊臣家との対決は、あまりにも分が悪すぎるぜ。これまでいろいろなデモプレイで見てきたけど、中央の勢力には、信濃をしっかり確保した武田家が、ようやく勝てるレベルなんだぜ。それを信濃なしで戦うのはな。ここまで見てきた感じ、信濃を制した者がその世界線を制すみたいなところありますもんね。実際信濃はかなり強い地域になってるんだよな。多くの城に馬牧場があるし、騎馬レベルを上げる諏訪大社もある。しかも武田家の場合だったら、そこに固有政策の甲州法と行き次第があるからな。そりゃそれだけ噛み合わせたら強いに決まってるぜ。幸いなのは、今回の豊臣家はまだ信濃は抑えたばかりで、それらの効果が乗らない状態にあることでしょうか。だとしても兵力がとんでもないけどな。しかもこの豊臣家、しっかり複数ルートを抑えることで、城上で強撃を食らうパターンも多かったぜ。この豊臣家の猛攻に、伊達家も有機兵編成をマックスにして対抗、遠国東洋でもしたのか、獲得している鈴木重秀を武用に入れて、鉄砲レベルもしっかり確保してるな。質はかなり高そうです。そんなわけでいくつかの城は取られたけど、
ここから伊達家は驚異的な粘りを見せるぜ。主に粘ったのは、岩戸の城と飯山城だな。この二つの防衛線に豊臣家を縛り続けたぞ。AI 特有の同じところを永遠に攻めてしまうやつですね。だな、なんでこの二つの城だったのかはわからないけど、たまに陥落することはあったけど、うまく取り返して防衛してたぜ。特にでかかったのが飯山城かな。ここ諏訪大社の大将の城の一つだから、たびたび戦闘になることで、諏訪大社の条件をなかなか満たさせなかったぜ。豊臣家としては是が非でも抑えたい場所なわけですね。それが結果的に豊臣家を縛ることになったぞ。まあそうは言っても、伊達家も無限に守れるわけではなくて、ある程度の時期から飯山城を取り戻せなくなると、内政が進んでしまったのか、岩戸の城も陥落、ここからは北陸方面から抜かれていくことになるぞ。さすがにここからの盛り返しはないから、今回はここまでにしたぜ。結構いい感じに見えたんですけどね。特に北条分割の後、あるいはせめて上杉家を滅ぼした後、伊達家に進攻してもらえたら、結果は変わった気がしますが。だな、オイラも途中で気づいたけど鈴木重秀がいて、鉄砲レベルは最低限確保してたわけだし、これで信濃を抑えて騎馬レベルも確保できれば、マジで天下統一まで見えた気もするぜ。その基盤になってる結城兵の強さも十分に感じたしな。少なくとも結城兵があるだけで、東北、関東勢には負けませんし、武田家とも互角以上に戦えてましたからね。これは少し希望が見えた気がします。そうだな、オイラとしても、完全に武田家を打ち破るところを見たいし、今後も何かできないか探ってみるぜ。とりあえず手っ取り早いのは、結城兵の上位版である、政宗固有の特性のぼり竜を使うことかな。またいろいろ試していこうぜ。ですね。というわけで今回はここまでにするぞ。このチャンネルでは、ストラテジーゲームを盛り上げるために、いろいろな動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくな。やってほしいプレイがあったらぜひコメントでご要望もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。よければこの動画も見てってくれよな。